悟空にします、ご飯にします、ゴテにします。悟空でお願いします。ホス、オラ悟空、おめえらエクザイルのみんな、オラ大好きだぞ。小沢さんといえばですね、数々のアニメの声優されてると思うんですよ。僕あの銀河鉄道999ホント大好きでずっと見てたんですけど。あ、そうですか。ぜひあのメーテルと言っていただいてもいいですかね。あ、いいですよ。おお、あれ、メーテルどこ行くの。メーテル、メーテルちょっと感動ですね、本当に。すごい。連続でお願いしちゃってもいいですかね。興奮しちゃってます。いいですか。ドラゴンボールも、はい、北斗の拳も大好きなんですけど、はい、ラオウの先ほどの名ゼリフを悟空で言っていただいていいですか。いいですか。じゃあちょっと悟空で。悟空でラオウの名ゼリフお願いします。じゃあ行きます。はい。我が将棋に一片の悔いはねえ。おお、すごい、すごい。悟空だ。今までの悟空なんですね。悟空だとアイドルになっちゃう。この番組はママの公式スポンサー P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。20代から40代の男女が選ぶ心に残る好きなアニメヒーローベスト10。ドラゴンボール孫悟空、20代30代男性を中心に全ての世代から圧倒的な支持を集めました。世界40カ国以上で放送された日本アニメ界を代表する作品。ヒロポイ、気を操り技を繰り出すキャラクターたち。今夜は必殺技で振り返る孫悟空の名シーンベスト3をご紹介。第3位、超巨大元気玉。よし、できたぞ。宇宙の帝王フリーザとの一戦。この戦いで見せた元気玉は超特大サイズ。しまった。全国の少年たちが拳を握りしめた瞬間でした。第2位、ピッコロの魔漢光殺法で。実の兄の言葉が信じられんのか。孫悟空の兄ラディッツとの対決。悟空は自らを犠牲にしてピッコロの必殺技を受ける。魔漢光殺法。これにより悟空が死んでしまうという衝撃のシーンでした。第1位、覚醒スーパーサイヤ人。親友クリリンが殺され怒りが頂点に達した時、悟空の身にあの瞬間が。伝説の戦士スーパーサイヤ人へと覚醒。その圧倒的なパワーは全国の少年たちを熱くさせました。以上、20代から40代の男女が選ぶ心に残る好きなアニメヒーローベスト10でした。お待たせいたしました。ここでドラゴンボールの名曲をご本人に披露していただきます。悟空さん、曲振りお願いします。影山ひろのぶさんでチャラヘッチャラ頼んだぜ。Fly away.
テンション上がる曲は地球上に存在しないぐらい。ありがとうございます。竹山さんは被災地でもライブを行っているそうで、はい、去年仲間たち と、石巻へ、2回アニソンのコンサート行ったんですけど、うん、もうチャラヘッチャラとか歌うと、みんなすっごい盛り上がってくれて、みんな元気になれてよかったなと思いました。ねえ、はい、うん、